はい、宝くじポイント2200ポイント分で11枚、本当はねルフィのやつが300円だったんで、200円のウソップ5やります。なんかまずここを削るのかな。ここ削るんだ多分。グー出たんで、あと勝てばいいな。2勝か、じゃんけんで2勝以上すれば当たりっていうことらしいんで。俺が出たのはパーなんで、あ、これ勝ちですよね。グーに勝ったんで。これ当たりじゃね？これアイコ。ラウンド3、これ負けだな、チョキだから。ちょっとよ、ちょっとこれ削りづらかったんでコインにします。あ、ダメだね。ラウンド5、あ、また負けた。あ、こういう感じなんだ。一勝しかできてない。パーはグーに勝つ。アイコが1個。当たってますね。残り10枚。まあ、10枚入りは必ず当たりあるんで、ね。大体か。じゃあ行きますか。これはなんか店舗側のやつですね。200円でも、200円はあるやろな。まず、私の、グーが出た。負け。惜しかった、一勝。負け。惜しかった、二勝だ。これ200円だな。アイコ。アイコ。よし、200円ですね。初期アイコ負け。あ、一勝負け。負けパー出ないな。負けだな。一勝しかできてない。さあ残り1個。グー。はい、一勝。アイコ。負け。負け。はい、負け。負けだな。じゃあもう、はい、チョキ出ました。はい、負け。グーだから。アイコ。よし、一勝。負け。これきついな。はい、パー。はい、負け。アイコ。はい、一勝。負けだ。一勝。負
け負け、アイコ。よし、2勝きた。200円きた。もう1個ないか、アイコ。はい、400円。だいたい10枚入ってたら2枚当たりあるんだよな、これ。400円。よし、行くぞ。負け。はい、1勝。負け。残り3枚ですね。初期出た。負けです。アイコ。負け。はい、一勝。これは厳しいな。はい、負けです。そうすると、あと、2枚かな。グーが出た。はい、負け。勝ち。一勝。おっしゃー。やっぱり当たり3枚入ってんだな、これ。600円。2勝。それ以上ない。アイコ。ちくしょう。600円。あと多分、あ、これラストですね。600円でラストってもう、ないな。はい、負け。パーが出ました。はい、負け。3回連続チョキってきついな、これ。嘘でしょ、これ4回連続チョキだよ。もうあと、2つしかない。もう一気に削る。一生の愛子。はい、ということで、まあなんとなく想像つきましたけど、やっぱり3枚、600円です。600円ですね。200円かける3枚。以上に終わりました。